鈴木軍は鈴木みのるが率いるプロレスのヒールユニット。2021年現在は新日本プロレスを中心に活動している。前身は小島聡がリーダーを務めた小島軍。これについても本校で記載する。概要元々は2010年の7月に全日本プロレスを退団し、フリーとなって新日本プロレスに U ターン参戦してきた。 小島が同年8月の G1 クライマックス優勝と、マカウェガナギから IWGP ヘビー級王座をダッシュした後、新日本プロレスの大地が、武藤刑事が、社長就任後の全日本プロレスに所属していたという、共通項から小島をリーダーに担ぎ上げ、さらに海援隊土壌の高道の区、東京グレン隊の野沢論外を勧誘し、ユニット小島軍を結成した。 主に対戦相手としてヘビーでは、棚橋博士山壁など、ジュニアでは、プリンスデビット、田口隆介のアポロ55を相手に構想を展開していった。また、同じヒール軍団のカオスからもヒールレスラーのオカブの取り合いとも言える形で構想範囲を拡大させた。また、小島以外のメンバーがヒールということもあり、結成後の小島は大地をセコンドに従え、また、大地を 場外乱闘時に介入を行わせるようになり、同ユニットではヒールレスラーとしてのファイトスタイルを突き通した。略歴概要前日略歴の通り、2011年5月3日の福岡大会で同ユニットのメンバーである高と鈴木が事前に密かに決託し、試合終了直後の小島にクーデターを起こす形で小島を追放した。その後、バックステージで同ユニットを 鈴木軍と解明、新日本侵略を開始することを宣言した。その後、新日本初のアメリカ大会で小島を襲撃した元、WWE のランスアーチャーを加えて、メンバーを4人へと増やし、本格的な新日本侵略を開始する。7月9日に、同ユニット名から、を取り払い、鈴木軍に正式解明した。略歴鈴木軍公式ホームページ、ありがとうございます。